今どこかで大きな音がしたが、うん、そうだ、確かこの中から聞こえた。不思議だ。しかし僕は一体いつになったらこの森から出れるのやら。汝が力あるものならば、我は汝を真の勇者と認め、我が力を汝に与えよう。しかし力なきものならば、汝は永遠の時をさまようがよい。そう、やがて汝が身も心も堕落せし時まで、汝が力を我に示すがよい。Thank you.
勇者よ、我は汝を真に力あるものと認めよう。我が力を汝が力として振るうがよい。そしてこれより後、我が力、我がしもべが汝を阻むことはない。この森より出るがよい。リゼルドか。相変わらず君は遅いな。どうやら君がしんがりのようだぞ。他のみんなはとっくに森を抜けている。ふん、そうやって己の現状に満足しているから君はダメなんだ。しかしなぜ急に外に出られるようになったんだろうな。不思議だ。まあこれというのも、僕が潜んでいたボルド兵を倒したからだろう。きっと敵が僕に恐れをなして逃げたに違いない。おまけに魔物までパッタリと出なくなったしな。魔物まで僕に恐れをなすとはな。アス、私は…その…隊員が全員無事に森を抜けたかどうか確認することが務めだから。務めだからやむなくな。しかし、なぜ急に森から出られるようになったのだろうな。今までのことは全てボルド軍の罠だったとしても、少し腑に落ちない点がある。そうだな。いや、いい。私は一人で行く。こう見えても、私はいろいろと忙しいからな。ルー、ルー、シエラ、どう思う？どう思うって何がですか？今回のアールマティ騎士団の動きをだ。とりあえずなんとか足止めはできたようだから良いにしても、おかしいとは思わないか？そうですね、少しこちらに気づくのが早いような。こちらですね、まるで仲間みたいな言葉だわ。少しどころではない。早すぎる。ボルド側にその騎士団と内通している者がいるのではと疑いたくなってくるくらいだ。そう、神殿の時といい、連中は一体何だというのだろう。なぜこちらの動きをそうもやすやすと悟る。噂では…あ、いえ、何でもありません。噂？もしかしてあれか、予言されたとかなんとかいう…信じがたいことではあるが、もし本当にそうなら由々しきことだ。そ
そんなものをされたら策略も何もあったものじゃない。一体誰がそれを告げたのかどうかは知りませんけど、神が峡谷を救うため予言を授けているのだと言っている人もいるみたいです。破壊神の手から人々を守ってくださっているのだと。もしそうだとしたら、やっぱり裏切り者には神罰が下るのかしら。どうしたらいいの。私は単に利用されているだけなのに。脅されて仕方なくこんなことをしているだけなのに。しかし一気にボルド軍がロアーノを攻め滅ぼすという時になって、突如として暗雲が立ち込めるとは不吉なことだ。アムルの警部も相変わらずきついし、そろそろかくまっていることにも疲れを感じてくる。疲れですか。もっとことがすんなり進むかと思えば、どうもところどころで難航している。その間にかくまっていることが知れたりでもしたらと思うとな。安全策を取っておくに越したことはない。あの件少し進めておくか。え？いや、なんでもない。今のことは忘れなさい。しかし何にせよ、こちら側が優勢であることに変わりはない。今はレイティア様たちにご助力するまでだ。いいな、シエラ。今まで通りできる限りロアーナ軍の情報をかき集めるんだ。ええ。しかし私は特にそのつもりはなかったのに、なぜお前は自らそれをすると言い出したのだろうな。私には不思議だ。それはもしかして私のためにか。ええ、そんなところです。お前はなかなかけなげなところがある。若いし美しいし、おまけに家柄も良い。本当にいい拾い物だ。拾い物ん私だって親から言われなきゃあんたなんかと結婚しなかったわよ。いや、拾い物というよりはいい取引だったと言うべきだな。私は金で家柄というものを買ったのだから。あっき。しかしレイティア様とお前がよく二人きりで話をしているようなのが私には気になるんだが。え？どうした、そんなに驚いて。いえ私は結婚してから今までたまにお前の行動に口を挟むことはあっても、できる限り自由にしてやってきたつもりだ。若い娘だからいろいろあるのだろうと思ってな。だからあまり詮索もしてこなかったが、さすがにレイティア様といつも一体何を話しているのかは気になる。それにその後いつもお前の態度がおかしいのも気になってな。どうなんだシエラ、もしかして私に言えないようなことでも話しているのか。私はあなたがわざわざ詮索するようなことなど私たちは何も話していませんよ。様、一体いつから話を聞いて。あなたが私とのことを問いただしていたあたりからですよ。そうですか。他にも何か話していたのですか。大したことではございません。では私はこれで失礼します。ちょっと使用がありますもので。ディアン。は、はい。あなたにボルスタッドのお導きがありますように。あ、はい。我らに神の栄光があることを信じましょう。
シエラ、ディアンとは一体何を話していたのですか？